見てください、この流線形のボディ、かっこいいですよね。これが世界初の飛行検査機です。飛行検査機は空港周辺の無線やレーダー施設が正常に作動しているかを調べるものです。今日公開された最新鋭の飛行検査機は全長 22.3 メートル、横幅21メートルで、飛行速度は先代のプロペラ機よりおよそ300キロも速い最高時速900キロの小型ジェット機。この機体は主にプライベートジェット機として使われてきましたが、それを飛行検査機に改良して導入したのが世界で初めてだということです。最大10人乗りで、座席の一部にはレーダーなどの検査機器が搭載されています。コックピット初めて乗りました。ボタンとかモニターとかいっぱいついてます。コックピットの最大の特徴は地形を立体的に表示できる最新鋭のモニターを装備していること。これで悪天候などで視界が悪い場合でも地形が分かり検査できるということです。国土交通省の担当者は、中部に配備することで何かトラブルがあっても北海道から沖縄まですぐに派遣できると話していました。